一緒にやろう SDGs。 グリーン電力っていう、実はあの宇宙ステーションは 100% 太陽光発電なんですけども、発電するときに二酸化炭素が出ないクリーンな電力ということで、太陽光とか風力とかそういった自然にある力を使った発電方法、再生可能エネルギーみたいな言い方をしますけど、ね、地上にある、石炭とか石油とかそういったこう地下の資源を使わなくて済むと、いろいろと温暖化の問題が出ている中で、まあ、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスですね、それをこう減らしていかないといけないと。でもう一つは使う側ですよね。大企業とか都会にあるいろいろな施設でそのグリーン電力を使うようにする。そうすると作る側と使う側の両方でこのグリーンな電力に向けて取り組みが加速するんじゃないかなと思います。TBS であの春にやっていた SDGs ウィークですね、その週で実はあのグリーン電力を使って放送するという取り組みをしてました。TBS の取り組みっていうのはね、あのこれから全国に広がるといいなと思います。地球を笑顔にするウィーク、ときめく時を TBS。